北国新聞ニュースをお伝えします。能登半島地震に伴う工費解体で解体業者の連絡ミスによって所有者が知らないうちに建物が壊され更地になったケースが輪島市内で2件確認されました。業者から連絡がないまま無断で建物が解体された2件は所有者からの申し出などで判明し、解体工事中に所有者が気づいてストップをかけたケースも1件ありました。輪島市はこれら3件を7月下旬から8月上旬に確認し、いずれも県外の解体業者による連絡ミスが原因と分かりました。このうち地震の前まで輪島市河合町で印鑑の店を開いていた本郷明夫さん69歳は、自宅兼店舗のあった場所が突然更地になり言葉を失いました。地震で全壊した建物は工費解体の対象になり、業者には解体前の連絡を頼んでいましたが、連絡はなく、印鑑作りの道具や材料などを持ち出せませんでした。輪島市は解体前に所有者への連絡を徹底するよう業者に強く求めています。本郷さんは、気づいた時は手遅れだった、なりわいを再建できないと嘆いています。津幡町の小学生が企画したチャリティーバザーが明日開催され、売り上げは地震や豪雨に見舞われた被災地の支援に充てられます。このバザーは津幡町城南小学校の6年生83人が企画し、 PTA が明日学校で開く城南祭で実施されます。子どもたちは先月上旬からポスターやチラシを作ったり、商品を袋に詰めたりするなど、バザーの準備を進めてきました。バザーの商品は、児童や住民から寄せられたぬいぐるみや衣服などおよそ1万点で、売り上げのすべてが被災地支援に役立てられます。バザーは午前10時から午後1時まで開かれ、子どもたちは、好きなものを買うだけで募金につながるので、たくさんの人に来てほしいと呼びかけています。工芸の魅力を発信しようと、若手作家の作品が明日から金沢市内のホテルに展示されます。金沢市と金沢市工芸協会は、観光客などに工芸の良さを伝えようと、去年国民文化祭に合わせて若手作家の作品展都心軸工芸プロムナードを企画しました。2回目の今年は、展示会場のホテルを去年の8カ所から12カ所に増やし、明日から作品の紹介が始まります。このうち金沢ニューグランドホテルプレステージでは、一足早く昨日から展示が始まり、ミクロな世界を卵の殻で表現した豊海健太さんの漆芸作品や、オリジナル釉薬を使った竹村岳さんの陶芸作品が並びました。この作品展は来月24日まで開催されます。北国新聞社は、地震と豪雨を対象にした能登半島復興義援金を受け付けています。この復興義援金は、地震と水害に分けて石川県に届けます。ご協力には4つの方法があり、現金書留めの場合は能登半島復興義援金と書いた上で、北国新聞社総務部宛に送金してください。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。また、直接義援金を持参される場合は、
北国新聞社1階で受け付けます。これら3つの方法の場合、地震か水害かを指定するようにしてください。指定がない場合や匿名、それにデジタル決済の場合は原則的に地震の義援金として扱います。皆様のご支援をお待ちしています。金沢ケーブルのお客様専用ページに新規登録し、クイズに答えるとクオカードペイ500円分プレゼント。お客様専用ページではスマホやパソコンで毎月の請求内容などが確認できます。さて、クイズは金沢ケーブルのスマートフォンサービスの名称は何でしょうか。請求金額の確認もできる便利なお客様専用ページに登録し、クイズに答えてプレゼントをもらっちゃおう。ご登録はこちらから。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上で、データ通信の容量を分け合うことができます。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは0120-751-114番までどうぞ。